トルソー写真などの切り抜きについて説明をします。では、こちらのファイルを今開きました。これはダウポンチの福袋の画像です。これを切り抜きします。まずアルファスタジオですでに切り抜いてくれてて、さらに、えー、とアルファスタジオでは切り,抜けた切り抜けなかった部分を切り抜きます。具体的には、ちょっと今丸で囲みます。 この、あ、えっ、ー、と、ここじゃ描けないか。レイヤーを作って、この部分、ここ、この部分を切り抜きます。ここは切り抜きしません。ここもしません。ここもしません。はい、えっ、ー、とね、今ちょっと間違いがあったので訂正します。ここ、切り抜きます。えっ、ー、と、切り抜きをするので、ちょっと一旦こう消しゴムで消して、 では切り抜きをしますで。この手の切り抜きの部分がちょっと、えー、厄介というかややこしいので、そこの部分を要注意で説明します。ここを切り抜き、ここを切り抜き。で、この切り抜き作業っていうのは害虫さんに出しちゃってる時もあるんだけど、できればちょっとの切り抜き,抜きは車内でさっとやってしまいたいので、今回この動画を作っています。では、えー、と最初の状態に戻って、ここからスタートになります。 で、まず、この右側、ここ見てもらうと、メインっていうレイヤーがあって、これマスクがかかってる状態なんでね。えっと、マスクって何かというと、ちょっとわかりやすく説明するために一旦消します。えっと、じゃあ、ベタ塗りで、こういうオレンジがあったとして、えマスク。例えば、じゃあ、この、これでこういうふうになんかちょっと適当にこう選択したとします。選択ね。 この部分をマスクすると、こうなります。マスクしたとこだけ見えるという状態。なんだけど、元のえと画像自体は消えてない。マスクをまた戻すことができます。こういうふうに。マスクっていうのは元の素材を消さずに、一部分だけを見せるみたいなやり方になります。なんで、やり直しが効くのでね、そ,ういうそのため、消したりせずにマスクを使用してるということになります。 では、えー、とこの Photoshop のこのここ、長押し、左マウス、左クリックで長押しして、マグネット選択ツールっていうのを選びます。で、えー、と少し拡大をして、ここをピーッとこう取っていく。ちょっとね、今、全然ダメダメな状態なんで、今、バックスペースをして戻ってます。で、もう一回、ちゃんとここから取り直す。 で、えっ、ー、とね、今今度マグネットじゃなくて、ある程度直線なときは、オルトを押すと、押すとね、えっ、ー、とこういう風に直線ツールになるので、オルトを押しながら、まだ押しっぱなしです。押して、押して。で、ここら辺からちょっとカーブが入ってくるなっていうときに離す。で、あとはこの足の部分は一気に、ちょっと違うとこ行っちゃったん、ね、で、バックスペースでこれ戻って、 ボルトを押しながら選択していって、はい、これここまでいったら Enter を押すと足の切り抜きたい部分が選択されました。ちょっとここら辺が甘いので、その時はこのツールの投げ縄ツールっていうのを選んで、えっと今度は選択間をちょっとここ足したいのね、ここをプラスしたいのでシフトをします。シフトを押すとちょっとプラスマークがついたのわかるかな？ これの状態でこうやって指で今マウスでなぞってます。かなり拡大をした状態でね。で、逆に選びすぎたなっていうときは今度、えっ、ー、と、オルト押すとマイナスマークになる。オルト押した状態でこうやると、選択肢が解除されます。この状態で、えっ、ー、と、この、このマスクの方を、ここを選択して、えっ、ー、と、塗る。 今、コントロールを押しながらデリートをしました。えっ、ー、と、この黒でペタってやると、こういう風にマスクが抜かれる状態になるのね。だから、色が白と黒になってる状態で、コントロール D ってやると、こうやって抜けます。で、次、手。ここ少しややこしいんだけど、えっ、ー、と、マグネットツールを選んで、マグネット選択ツールね、選んで、 これはコントロールとかオルトを押さずに選択して、あ、ちょっとこれもうきついなーって、あの、取られ、持って、持ってかれちゃうときはオルトを押しながら、えっ、ー、と、こうやって直線でやってっちゃっても OK です。やり方ほんといろいろあるので、これ。はい。で、このままこんな風に丸、サクッとこう囲んで、コントロール押しながらデリートで塗る。この塗るっていうのは、これと一緒なんだよね。えっと、 バケツツールここの塗りつぶしツールか白で塗るとえっ、ー、とこう逆にこうなって今ここが白なんで今白で塗ったっていうことになりますえっ、ー、と戻してで今度これ逆にして黒でやると消えるっていうことねなので CtrlD はさっきのこのこの状態のこっちを使ってベタっと塗るっていうショートカットなので えっと、そういうやり方をしてました。では、ちょっとここ。まだなんか残っちゃってるんで。うまくこれマスクで選択できてないときにこうなっちゃうのかな。塗ります、今度。えっ、ー、と、今、白になっちゃってるの。これ黒にした状態で。消していく。で、ここもマスクが選択されている状態で、こう。はい。で、えっ、ー、と、 今これ手があったから、えー、と今一旦選択解除しますコントロール押しながらキーボードの D ドライブの D ね押すと選択解除されますコントロール D で解除でここら辺をちょっとこう黒で塗って直しつつここら辺手首とか指があって不自然になってるのをこうやって消していっちゃいますこのようにあとはここもこんな風に丸くするちょっとこれがね大変な作業ですはい自然になったかなこれでね で、今度逆の手いきます。えっ、ー、と、またマグネット選択ツールを選ぶんだけど、多分直線になってしまうんだよな。えっ、ー、と、マグネット選択ツールで、こういうふうに選んでいってもうダメだ。これ、オルトで押しながら進んでいきます。こういうふうに。今、オルト押しっぱなしでトントントンとこう、境目をクリックしていって、ここら辺はもう大きく丸っと選択して、で、 えっと、この状態、し、上が左が白、右が黒の状態で、コントロール D を押す。消えました。で、これ見ればわかるんだけど、不自然なのわかるよね。なので、これを、ブラシの、これを黒にした状態で、塗っていく。こんな感じで、塗ります。で、ここもこんな感じで、うまく丸を取って。はい、これも人の目で見て、 自然かどうかっていう判断になるのでこんな感じかな。はいこれが完了しました。以上で切り抜き完了です。